今回オークションでビクターのポータブル型のオープンデッキを入手しました。片目が TR の403という機種です。これはビクターの50年史とかその他を調べたんですが、どこにも登場しないんで、いつ頃に作られたものかちょっと今のところ分かりません。オークションで商品を購入するときには、それがアンティークに近いものであれば近いほど、一体どんな形で届くかっていうのは非常に不安なものなんです。場合によってはもうジャンクでボロボロのものがあれば、思わぬきれいな商品が手に入ったりすることもあります。今回、この TR の403どんな形で、届いたかを今から開けていきたいと思います。はい、これが本体ですね。これはベルトですか。これ付属品が、は入ってないですね。まず本体ですね。あ、すごいですね。革のケースに入った状態で届いてます。昔はカメラもテープレコーダーも、だいたいこういったしっかりした革のケースに入って、みんな使ってたと思います。これもきっとそういった形で使っておられたんでしょうね。少し革にはカビが生えてますけども、まあそれでも綺麗なものです。傷がほとんどありません。開けてみましょうか。これ本体ですね。おお、なるほど。昔よく流行った縮み塗装っていうんですか、今はまた変わった呼び直してますけども、それで仕上がった塗装ですね。ちょっと蓋とボディが若干色が違いますけども、こういったデザインだったんでしょう。開けますとテープが入ってます。しかしテープはちょっとカビが生えて白くなってますので、このまま使うとヘッドを傷めてしまいますので、これちょっとこのまま使わないでおきたいと思います。キャプスタンドライブのテープレコーダーですね。これはおそらく 9.5 のスピードで使う時のスリーブで、現在はこれ 4.75 だろうと思います。で、レバー操作で巻き戻しとプレート、それからここにレコのボタンがありますから、これを押してこっちやれば録音状態になると思います。あと、バッテリーチェックのボタンがありますね。レベルメーターとバッテリーチェックがおそらく兼用になっているんだろうと思います。ピンチローラーもそれほどひどく腐食しているわけではありません。これは綺麗な状態でまだ使えそうです。なかなか綺麗な状態で届きました。フロントはすごいですね。金色のスピーカーグリルで、これが、ビクターのマークですけど、おそらくかなり初期のビクターのマークです。近年はこのロゴが変わってたと思います。あとボリュームですね、ラウドと書いてますね。こういった形のものです。で、これは一度後ろを開けてみましょうか。これですね。ですね、この裏蓋に、回路図が入ってます。ハンドコーダーモデル TR403
という形です。バッテリーが、4本と6本全部で 10本の電池を使うことになってます。回路図が入ってます。中にこれが4本ですね。これが6本のバッテリーケースです。ちょっと色がついてますけど、これは液漏れをしたことがあるのかもしれないですね。中の接点がダメかもと思いますけど、いやいや、なかなか綺麗。おそらく液漏れしてまたこれを貼り直したかなんかしたのかもしれません。接点は大変綺麗です。これが6本ですね。それからこちらが4本。こちらのケースは何も色がついてないんで、そういった事故がなかったんでしょう。これも接点が大変綺麗です。これもこのまま使えます。後で炭酸電池を入れて動かしてみたいと思います。中身はですね、トランジスタが 1,2,3,4,5 本のトランジスタのアンプ回路です。でここにスライドスイッチがありますけども、これはこのレバーで、ロックオンとか再生の切り替え用に使うためのスイッチだと思います。この状態で、音が出るかどうか分かりませんが、なかなか中身もそんなにひどい状態じゃなくて、きれいに保存されてたみたいです。これが本体ですね。で付属品のを見ましょうか。これは革のベルトですね。ほとんど使ってない。どうでしょうか。肩当てるとこはもうボロボロで粉が落ちる状態ですけども、綺麗な状態です。おそらく何遍か使われて、そのまま、物置とか、蔵に眠ってたんじゃないかなと思われます。ちょっとこれは触ると粉が落ちるんで、後で叩きたいと思います。付属品の方ですね。こちらは何が入ってるんでしょうか。これも綺麗なケースですね。さっきの本体のケースと同じ揃いで、革製です。本当の革製ですね。これはマイクロフォンです。トークスイッチがついてますね。おそらくこれで、テープのスタートストップかなんかをするんだろうと思います。ですからマイクのコネクターというのは音声とそれからスイッチとで4回路この差し込み口になってます。マイクロフォンですね。マイクロフォン。それからこれはイヤホン。昔ながらのクリスタルイヤホンです。ビクターっていうふうにわざわざイヤホンにもメーカーの名前が入ってます。クリスタルイヤホン。それから、これは、外部の機械とつなぐためのコネクターですね。本体の横に、ここに、アウトという端子がありますので、この端子へ差し込んで他のテープレコーダーにつないだりとか、それからアンプにつないで覚醒したりという形に使うためのものだと思います。抜けてますね。はい、これがケーブルです。この箱は何でしょう。スプライシングテープです。昔はこういった乳白色のスプライシングテープ使ってましたね。日版です。日版製です。もうもちろん使えるようなもんじゃありませんが、昔ながらのスプライサーです。スプライシングテープです。はい、これは何でしょうね。このガラス管の。これは、先っぽ。ここがなんかカッターのような刃がついてます。
これ何するもんでしょうね。ちょっとわかりません。まあ、もし考えるとすると、スプライシングした時にテープの角を切るとかということかもしれません。それにしては、あまりにも細すぎますね。ちょっとこれは用途がわかりません。わざわざガラス管に入れて、付属してますね。カビが生えて、かなり汚れてますけども。これが付属品です。であと、これテープですね。うわぁ、すごい。カビだらけです。ビクターのマークのついたテープです。真っ白けですね、カビで。このまま使うわけにはちょっといかないですね。これはまた、ワンモーターのオープンデッキかなんかにかけて、アルコールで、カビを取ってから一回使ってみたいと思います。以上が付属品です。それじゃあ、一度電池を入れて、モーターが動くかどうかを確認したいと思います。